2015年8月27日、韓国ニュース1によると、韓国のサムスン電子に、米アップル社が特許を侵害されたとして、5億4800万ドル、約664億円の賠償を求めたのに対し、サムスンは金額が高すぎるとして異議を申し立てた。現地時間25日、アップルは、サムスンに賠償を求める訴状を、米カリフォルニア州の裁判所に送ったが、サムスンの関係者は、アップルの主張に対し異議を申し立てたと27日明らかにした。アップルは、12年、自社 iPhone の特許をサムスンが盗用したとして、特許侵害の訴訟を起こしている。一審での賠償額は、9億3000万ドル、約1127億円とされたが、今年5月、米高訴裁は、サムスンによるデザイン特許、ユーティリティ特許の侵害を認めたものの、アップルが保護を求めていた iPhone の外観、包装など、機能に関わらない部分については、米商標法では保護されないと判断、賠償額が減額されていた。